今回は里芋の炒め煮の作り方を紹介します。ねっとりした里芋をピリ辛に仕上げました。それでは作っていきましょう。里芋の上下を切り落とし、縦に皮を剥きます。ぬるぬるしているので皮を剥くときは気をつけましょう。ちょうどいい大きさに切ります。里芋を中温の油に入れ揚げていきます。じっくりと3分くらい火を通し、こんがりとした色になったら油から揚げます。豆板醤をスプーン1と生姜を適量入れ炒めます。紹興酒と醤油を香りが出るように入れ炒めます。スープまたは水を 300cc 入れます。砂糖大さじ1を入れます。里芋を鍋に入れ煮ていきます。味の素を少量入れます。強火で味を染み込ませるように煮ていきます。水分が蒸発してきたら、タレを絡ませるように炒めます。ほぼ水分がなくなったら、ごま油を入れ、香りをつけます。今回は、里芋の炒め煮の作り方を紹介しました。味をしっかり染み込ませることで里芋の泥臭さを消し、旨味は増します。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。